起きれたわ。いや、マジで起きれた。よいしょ。なんかエイペックスでもしてますか。寝て起きたわ。当初の予定だとさ、夜通し待ってようかなと思ったんだけど。健康志向な。5時まで長崎まで。もうやらねえ。もうやらねえ。返せ、俺の授業時間。始まるとき教えて。5時過ぎくらいだろう。俺も出ようかな。新マップもう出てんの？ねえ。PUBG？PUBG だか ABCD だかわかんねえけど。なんかね、タイムシフト消すのが普通らしくて。普通っていうかなんか今みんな消してるらしくてさ、そのやっぱでかい大会だから。戦略がバレたくないみたいな。そう、推しもそれに合わせて消そうと思う。なんか音ちっちゃくね？こんなもんか。音でかくね。
なんか一回チャンピオンみてえな。めちゃくちゃ他人事で、あれだけど。チャンピオン見してくんねえかな、俺にな。私はそれを受け入れている。今回のチャンピオンを紹介します。お前が俺を認識した頃には俺はそこを立ち去ってるし、お前はこの世を去って。俺ルールがちょっとよくわかんないんだけどさ、私は行動方針を決める。まず大陸はどういう風に分断されてんの？ここで何かを見つけられる。だってアジアとは別でしょ。 NA、 あ、なるほど。ユーロ、 NA、 北米か。相変わらずここはいないのね。ユーロ NA。 さっさとリングに入れ。待ってても招待状は届かないぜ。マクションエネルギーマガジンを発見。レベル3だ。お前そんなのよ、俺に取れっつってるもんやろが。いや、これ行かねえ方がいい気がする。行くか。新しいキルリーダーが確定しました。新しいキルリーダー、いいさ。私が求めてるものはもっと上だ。拡張スナイパーマガジンを発見。レベル3だ。今の俺の実力でもさ、プラチナ上がっていけると思う。モルモットのためにあと一つ変数を用意した。変数を展開して私をもらおう。いける？まあ、プラチナだったらいけるか。いや、この前さ、キョウちゃんと向井くんとやったんだけどさ、想像以上やっぱ目の衰えがやっぱあるんだよな。でも今はなんかそんな感じねえわ。一回かませたのが良かったのかもしれん。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル2だ。ここに行ってみるかい。俺は一体このエネルギーはもう何してるんだと思う。俺は潜在的にあれをしてんだと思う。みんな冷静に。あっちに敵だ。バレたね。まだまだ上げるぞ。あっちに敵。攻撃されている。設置完了。なんだこの戦いは。危険者を見た。僕の仕掛け解決にしてやる。攻めてるか。何チームいるんだこれ。2チームぐらいねえか。ちょっと冗談やん。
ちゃくちゃ怒るやん。なんつだ。ケアパッケージは消去。ゴー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 。リハビリ中なんだ今。ね、時間教えてね、ちょっと。今何時だ ?4 時半。すげえ起きれたな。しかもすげえちゃんと寝てちゃんと起きたわ。さすがにもういらん。もう俺とバルキリーの中に生まれた溝は一生消せないからな、今の。この地点を監視しておく。一緒に転護する。足を飛ばされないようにね。このホールドをこじ開けるぜ。いや、今日はちゃんとマジで一人で起きた。拡張スナイパーマガジンを発見。レベル4だ。そんなことよりもさ、漁夫のことよりも今こっちだよな。わかるよ。ここで何かを見つけられるはずだ。よーし、乗ってきたぜ。ジャンプパッドを投げる。ここで標的を確認。あんま行き過ぎると構成これまた魚吹くんだろ。めちゃくちゃ上手いやん。ねえ、なんか第二のマイケルみたいなやつない？シールドをリチャージする。ねえ、第二のマイケルいない？あ、うんまー。ちょっと待って、あのチェック your teammate no backup get away。 カバーねえのかってところにちょっとカバーねえのかって聞かれたらさ、カバーないよって言っといて。カバーないけど。カバーねえよな。普通にないけど。え、東京サーバーじゃないの俺。いや、東京だよ、東京。5時からだって。今回のチャンピオンです。素晴らしい。来週 TSM とやるらしいぞ。俺そっちも見なかったな。
今日ティミーいたらしいぞ。ジャンプマスターの私が最も命を奪える場所に連れて行こう。死がここを調査すべきだ。了解。やばいやん。うわー見てなかった、降りてんの。今殴り殺されたな、あんた最後うざい最後殴り殺されてた、うちのチームメイト。銃で撃たれてた。俺が見えなかっただけか。あー、脳みそ起きてきた。敵を殲滅して勝利に使う。着陸まで競争だ。あ、ブラッドハウンド、ヒュー、オクタン、ヒューズ。いや、こいつらさ、みんなクソ下手じゃん。もうやめた方がいいバカしかいないから、俺が合わせてやんなきゃいけないの。じゃないとやめちゃうからね、本気で。本当に死ぬやつって何も言わずスッと死ぬじゃん。まあ、それと一緒、本当にやめるやつって本当にスッとやめちゃうから。ジャンプマスターの訓練をサボっちまったからな。さあ、ここに不時着するか。イエスだぜ。爆弾射出この一番入っちゃダメなとこ入ってくわ。うわやべ、調子こいてきたけどあさり方がわかんねえ。はいさ、敵をダウンさせた。敵を仕留めた。よし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 。2チームいたんだな。ああ。クソ早えや、展開が。全力でいくか。いやでもニャンコ大戦争で目は相当鍛えられてるから、ニャンコ大戦争の牛で。
うわ、なんだこの色。ちょっとひとっ走りと行こうぜ。さあ、調査が始まるよ。これだけは言える。誰かが死ぬ。体が自然に。ジャンプマスターの私が最も命を奪える場所に連れて行こう。選んだよ。確かなる死に備えろ。ようやくゆっくり朝れたな。やっと来た。俺はもうこいつさえ撃てれば満足なんだ。弱体化すんじゃねえ。おい、今ならまだ間に合うぞ。進化シールド発見、レベル2だ。いじめやがったよ。マジか、いるのか。俺気づかなかったわ。ラウンド1、リングのカウントダウンが始動。敵が目と鼻の先だ。俺を撃ってるのか。シールドをチャージ中。敵に撃たれてる。シールドをリチャージしてる。ファーストキル発生。ゲームの始まりだ。あんたたち、他の部隊が来てるよ。開始。シールドをリチャージ中。ここへ行くんだ。ミス。バカが近く。クソ早い展開が。やられちゃったね。シールドをリチャージする。傷を殴っている。タケラ来たぜ。一人失った。残念。早いな。ああ。そうか、これ2階はダメなのこの家。結構絶望的だね。またさらにベッチ来んのこれ。3チーム、4チームぐらいだな。よくぞ逃げてくれた。今俺ドームファイト完璧だったな。うずいたね今ね。思い出したわ。きちいなこれ行くの。ああ、かわいそうに。バナーを回収してやろう。
目の前にいる。かわいそう、2発も玉抜けしてた。しゃあなしだね。うわ、これロングボウ、これあとは頑張ってくれ。最後、あれしよう。時間的にも終わりだから、チャーライトエルスターで嫌がらせしてやめよう。でもこんなのあれだな。一生敵と戦うことになるな。世界大会も見るの？え、なんで俺が今から見るの世界大会じゃないの？ごめん、知識がなさすぎるわ。世界大会の予選？これ一番でかいイメージっていう、一番でかい大会っていうイメージがあるんだけど、 ALGS って。優勝賞品、優勝賞金いくらだろう。北米大会なんだ。1億円なんだ。総額1億円。優勝賞金1億円やば。疾風が勝利を呼び込んでくれる。総額5億円。これは始まりに過ぎない。最後の時を。え、全部のジャンプマスターの私が。え、アジアもそんぐらい出してんの？する気がない限り、エーペックスゲームでこの俺と戦うのは確かなる死に備えろ。アジアも1億円なんだ。へえ。じゃあ他のゲームよりは少ないけど、いい夢見れるあれだね。あれ、俺2倍取ってない。増えたな、エイペックスも。前さ、なんかめちゃくちゃ安くなかったっけ。競技人口が増えて賞金も上がったか。ああ始まったな。でも優勝賞金ん？クラフトする。長くはかからない。自演か。拡張スナイパーマガジンを発見した。レベル3だ。
拡張ヘビーマガジンがいる。あー、もう目覚めてきた。今いいものを見つけたぞ俺は。エヴァ使ってるやつみんなバカです。チャーライです。スナイパーのスコープを発見。近距離用だ。あと1分でリングが動くわ。まだ距離がある。正解はこれなんですよね。リングは遠い。スナイパーも探している。スナイパーもいろいろフラットライン探してんだけど。残り30秒切った。リングは近い。お、最近ね、ランページ打ち手病。なんかこの前ユリスが出る大会、どんな大会なんだろうなと思って調べてたら、みんなランページ使ってたんだよ。ランページ。ランページ強いらしいぞ。知ってた？スナイパーのスコープを探している。自分はそうは思いません。当たるランページは強いんだ。そうだよね、ランページって当たらないよね。あのケアパッケージの内容物は決定。よかった、俺だけと思った。なるほど、玉持ちか。確かに良さそうだな。エルスターマジリアルに900発必要だからね、玉。だったらさ、ランページだと弾減らしていいんじゃない？これどうよ。危険者をここで攻撃されている。主審がガイドを与えたも戦闘中。独立変数を設置する。自然の力を消化。攻撃を受けてる。最近誰かがここを通ったようだ。シールドをリチャージ中。全然当たらん。全撃たれている。シールドをリチャージ中。あっちに強敵だ。アクサを投げた。全然当たらん。あの空気を見張る。ごめんな、俺がエリアを突き破る。もうマジで弾数がわからん。わあ、瞬投げだったね。どっちだ？すごいことになってる。Thank you so much! 水が入っちゃった！いやバッテリーねえな。すごいよ。まあ俺の戦ってる場所が悪かったな。考えて行動しなさい。逃げろー。
キャリーってどうやってこれ、おい、金キャリーってどうやって勝ったっけこれ。近くにいる。キューボ金キャリーの勝ち方、これ無理じゃねこれ。これ無理だな。戦わないのが正解なのか。なるほど。端っこから投げ払っていくんだ。上手い人のマップなんだろうな。アクサを投げる。なんかボルトが弱くなるらしいよ。俺ボルト弱体化マジで反対だけどな。フラトラ予約してほしいよ。なんかダメージ減るって言ってなかった。カービィがペア、ケアパケだーだろ。取りますな。強いと思うんだよな。敵が動かなければ。打速さうまい。なんかずっと打ってたよね。その時一番打ってる武器が一番強いんだよ多分な。俺なんかその企画のこともあってエルスターしか打ってなかったからさ、絶対一番強いじゃんこの武器が。すべて失った俺は。もうないないとか打てねえよ。せめてな、なんか強さ変わらずケアパケにしてほしかったな。エレスター4スコ強えわ。3スコより4だな、これ24だ。みんなも残り少ないLライフを。
援助してくれ。あ、ミラーするときワイプ出した方がいいのか。なるほど、そうだよな、画面全く同じじゃん。なんかえ、でもさ、俺チンポ出るけど大丈夫？待って、ツイッチってさ、チンポあれだっけ、ダメだっけ。大丈夫か、オッケー。じゃあいいや。じゃあチンポ出すわ。ちょっと待って、体に染みついてるわ。ニスコのエルスター体に染みついてるけど、なんかこれ、やっぱ俺一時期ずっと打ってた、これまさか。今コメント見ながらだけども、これコメント見ながら俺だもん。でさ、あれいらなかったもんな、スナイパーいらなかったもんな、ほんと。危険者を発見。だから 200m ぐらいの位置だったら、いやこれエルスターでいいじゃんって。これぐらいの距離なんて、そこで被験者を発見した。まず足音聞こえないじゃん、敵に。ほんとさ、砂打ってるやつだとか。マジで落とせてたからな。やっぱニスコが一番強いや。あっち。寒い。何度？19か。いや俺さ、今日さ、東次郎監督にさ、結婚の挨拶をしに行きたくてさ。始まる？それが8時半なんだよね。まあ、最悪別に、ピタで行かなきゃいけないわけじゃねえから。終わってから行くけど。タクシーで。なんで挨拶するんだ。いや、逆、
衝撃だな、それ。なんで挨拶しねえんだ、逆に。それもジェネレーションギャップ。そういう時って、冠婚葬祭ってさ、結構、お世話になった方たちに挨拶するものじゃないの。トイレ行ってくるわ。